ジアの国インドネシアで見つけた鯉鉄板焼きの看板。焼いていたのは鯉ではなく牛肉。実はインドネシアの人にとって鯉というのは日本をイメージする代名詞になっているんです。それには訳があります。今インドネシアでは日本の伝統文化錦鯉が大ブーム。ジャカルタには錦鯉を販売する店が集まっています。はい、おはようございます。会社を経営しているヘンドラワンさんのお宅にお邪魔しました。お家はまさに豪邸。そしてお庭を覗くとなんと大きな生けす。そこにいました、ニシキゴイ。ヘンドラワンさんは趣味で始めたニシキゴイの飼育でこれまでに日本円で400万円以上を使ったんだとか。すごい。中でも最大の楽しみが品評会。これまで日本やインドネシアで開かれる数々の錦鯉の品評会に出品し、たくさんの賞を受賞してきたんです。 Membawa ketentangan keindahannya berenangnya bentuk badannya patternnya itu membawa suatu ketenangan dalam hatiKarena overall koi itu sesuatu yang indah. Wanita indahnya di darat. Tapi kalau di kolam koi indah. Koi indah di kolam. Koi ni koi suru Hendrawan san nano deshita. Nishikigoi ryūtsū gyōsha no kusawake teki sondai no omise Samurai Koi Center ni wa. Wa, sugoi. Goran kudasai.生けすに鯉がたくさん泳いでいます。たくさんの生けすがある鯉の飼育施設。大小さまざまな数万匹もの錦鯉が泳いでいました。中にはおお、なんと巨大な錦鯉。体長は1メートルくらいありそう。さて、錦鯉の販売価格どれくらいなんでしょう。日本円で5000円から700万円。こちら社長のキキさんはもともと錦鯉の愛好家でしたが、趣味から鯉の販売を始めました。キキさんによると20年ほど前、インドネシアの富裕層の間で錦鯉が流行。その後経済が成長していくと国中に錦鯉が浸透していったということです。Intinya, koi adalah juga kita ngomong seni, art, ya, sama. Dan kebetulan katakanlah saya orang art juga, ya. 実はこれらの飼育されている錦鯉は、キキさんが日本に出向き買い付けたもの。日本各地の生産者などから年間およそ5000匹もの錦鯉を輸入しているのです。キキさんが日本で買い付けているお店の一つが愛知県にあるこのお店。錦鯉の飼育販売をしています。お客さんはキキさんのような外国人がほとんど、8割に上るそう。1年でおよそ20万匹も輸出しています。この日はインドネシアに向けて錦鯉が出荷されました。ヨーロッパ、アメリカあたりが主流だったんですけども、まあ、ここ最近はずっと東南アジアの方が、うちの場合は特に主流になってきましたね。もうインドネシアが特に伸びがすごいので、まあ、東南アジアなくして今の錦鯉業界は、成り立たないと思いますね。観賞魚の輸出額を見るとイギリスやアメリカが減っているのに対して、インドネシアは経済成長に乗ってこの伸び。またこのお店では海外のお客さんが日本の品評会に出すために購入した鯉を預かり飼育しています。これはインドネシアの愛好家の方の鯉です、はい、タイ、マレーシア、あとシンガポール、そうですね、あとインドネシアといった国の方の鯉が入ってます。
今年日本で開催された世界最高峰の品評会9部門のうち3部門でインドネシア人オーナーの錦鯉が優勝。まあ、インドネシアもこれからまだまだ伸びるとは思うんですけども、まあ、経済が発展するとともに錦鯉愛好家人口も増えていくと思いますので、まあ、それに伴ってよりいい鯉を日本から輸出して、よりいい鯉を、ね、知っていただければなと思ってますね。日本の伝統文化であり泳ぐ宝石とも言われる錦鯉、異国の地インドネシアで多くの人に愛され育まれていました。日本庭園には錦鯉というのがしっくりくるんですけれども、うん、海外でも人気なんですね。そうですね、実はアメリカやヨーロッパではその富裕層を中心にですね、自宅の池で錦鯉を飼っている人多いんですよね。多いというか、まあ、いるんですよね、はい、あと高級レストランとかでもインテリアの一部でこう飼われているケースあるんですよね。はい、でイギリスのですね、ザ・サンという新聞によりますと、レディー・ガガさんも、今年27匹錦鯉を購入したそうなんですよね。で、自宅のベッドの隣に水槽を置いて鑑賞しているということらしいんですよね。ちょっと意外ですよね。そうですね、はい、好きそうですよね、確かにレディーガガさん、ね、色合いが綺麗ですもんね、ただVTR にもありましたけれども、日本からの輸出はアメリカやヨーロッパよりもそのイギリスよりもそのインドネシアの方が増えているということですんでね、経済発展が著しいアジアの他の国々でもさらにね、どんどん伸びていくビジネスチャンスが広がっていくかもしれないですね。はい、さて台風の動きが気になりますが、石橋さん。